皆さん、こんばんは。こんばんは。ようこそおいでくださいましてありがとうございます。実は私はついこの間まで約2週間ほど北関東の方を講演旅行してまいりました。まあ、いろんな方との出会いがあったんですが、あの時、ちょっと面白い話聞いたんですね。お子さんがまだ小学校低学年なんですが、そのお子さんを連れて実家の田舎に遊びに行った方がいらっしゃるんです。で、田舎は遊ぶところがいっぱいあるって言ってね、ゲームだけが面白いもんじゃないことで、まあ、その子供も田舎がこのすごくこう気に入りましてですね、まあ、5日間ほどこのおじいちゃんおばあちゃんと一緒に生活することになったんですが、ある時からですね、野良犬がこの野良犬を連れてきたというかね、野良犬と仲良しになっちゃった、その子、あの孫が。で、そのおやつやら何やらこの餌をですね、この野良犬にやるんです。それですっかりその野良犬が懐いてしまってですね、朝早く家に来てね、ワン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 もう泣くそうです。いやかましいですね。で、夕方になったらまた餌くれって泣いてね、で、まあ、この孫かわいさに多めに見てね、ああそうかやりやりとか言うてたんですが、1週間ぐらい経ったら孫帰りますよね。野良犬毎日来るんですよ。ほんでワン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 って出てるの、今日出てけへんのかよ、今日餌ないかみたいなね。ほんでこのおじいちゃんがですね、これはちょっともうややこしいからということでね、あの車にね、その野良犬を乗せて遠いとこ行ってね、捨てに行ったんですよ。朝早に殺すのはできへん、それで捨てに行ってね、そしたらね、夕方になったらね、野良に戻ってきてる。で、問題はね、おじいちゃん行方不明なんですよ。あのね、運転してるうちにね、どこをどう走ったのかよくわからなくなって、ちょっと認知の傾向があった方なんですが、犬帰ってきたのにおじいちゃん戻ってきてへんねん。これね、あの今笑ってる人はね、まだ余裕なんかなんですね。次俺かもっていうのね、それはもうだんだんね、そうなりますよ。でね、その時ね、来た道がわからないとこれから行く道がわからないなというのは、そういうことじゃないかというふうに思いましたね。まあね、実はね、私たちはこの歴史ということを学ぶのは、年号語呂合わせで暗記するためじゃないんです。私たちが生きてる限り、いろんな問題にぶち当たるんですけど、それはね、100年前の人間、1000年前の人間も同じように問題にぶち当たってるんです。そして100年前の人間、1000年前の人間が今の私がぶち当たってる同じような問題を乗り越えてきたのだという記録が歴史ですよね。だからかつて過去でどんなふうに問題を乗り越えてきたのかという情報を知ることによってね、今の私の人生に生かすことができると思います。そしてこれはですね、個人の人生だけじゃなくて世界情勢においてもね、もう国が生きるか滅びるか乗るか取るかというこの大ピンチの中で、ある国は選択を誤って滅亡し、ある国は良い選択をすることによって生き残り、だから国際情勢にしてもですね、今の分析だけじゃなくて、かつての賢人たちからの経験から学ぶということがですね、すごく大事ですよね。賢者は歴史から学び、愚者は、愚か者は経験から学ぶということがあります。まあ、経験で一番学ぶんですけど、経験、人生短いから全部経験してるうちに終わりますから、やはりですね、失敗だの、他の方からのいろんなものを受けていくということが歴史を学ぶ一つの理由であると思いますが、もう一つ、この歴史を学ぶ大きな理由があるんですね。実はこの人類歴史の中に一貫して働いているある原則があるんです。この人類歴史の中でいろんな国が攻防し、いろんな人間が英雄が現れて、いろんな歴史を紡いできた。それで、ね、自分の自由意志に基づいて、これ今までの世界を作ってきた。しかしその人類歴史の中に一貫して働いている法則のようなものがある。この法則のようなものをアブラハム契約って言うんですよ。これ簡単に言うたらね、どんな法則であるかと言ったら、ユダヤ人を祝福する者は祝福されるんです。ユダヤ人を滅ぼそうとした国は滅びていきます。
ユダヤ人に寛容であった国、助けた国、ユダヤ人を守ったりかばったりした国は不思議に生き延び、そしてユダヤ人を全滅させようとした国の末路というのはいずれも悲惨なのです。でこれはですね、私が適当なことを言ってるんじゃなくて、聖書の一番最初の書物、創世記っていうのがあるんですね。そこに書いてありますから、まず最初に本文を確認しましょう。お手元にですね、聖書の抜粋コピーが配られていると思いますが、上の段の右側、創世記12章にこのように書いてます。主はアブラムに仰せられた。このアブラムというのが後に名前を変えてアブラハムになります。アブラハムの子孫からユダヤ人が出てくるんです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。ここからです。あなたを祝福するものを私は祝福し、あなたを呪うものを私は呪う。ユダヤ民族を祝福するものを神は祝福し、ユダヤ民族を呪うものを神は呪うんだ。というわけですね。でこれはね、ユダヤ人だけをエコひいきして、他の民族のことを冷たくあしらってるという意味ではないんです。なぜユダヤ人にそのようなことをするかと言いますと、3節の3行目、地上のすべての民族はあなたによって、ユダヤ民族によって祝福される。どうしてユダヤ人がそのように選ばれたのかと言いますと、ユダヤ人だけエコひいきされて、そして愛されてるというんじゃなくてね、ユダヤ人を通してユダヤ人以外のすべての民族が神からの祝福を受けるために、この神からの祝福を届けるためのパイプ役、その祝福を運ぶ器としてユダヤ人が選ばれたのだとここで言ってるわけですよね。でちょっと話変わりますけどですね、皆さんね、ピコ太郎ってご存知ですか？僕はね、びっくりしたのはね、ピコ太郎って一発嫌かなと思ったんですよ。ね、いろんな一発芸、リズム芸なんかでね、一世風靡してもすぐでいなくなる。皆さん、ラッスンゴレライって分かる？もう完全に分かる人と分からない分からない人の方が知的な感じがするんですけど、なんかね、その漫才の世界でなんか一発芸、リズム芸っていうのはね、それがもうすぐに伝っていった時に、もうその芸人が跡形もなくどっか行ってしまうということになるんですが、このね、ピコ太郎 ね先月外務大臣の執務室に呼ばれてましたよね。岸田内務大臣がね、折り入ってあなたにお願いしたいことがあるということで執務室呼ばれてるの。怒られてるんじゃないですか、来てください私もいつかそういう日が来ないかなと思ってね、思ってるんですが、何ですかよって言って行かれたんですけど、実は今日本が世界経済のパイが大きくならないと日本の経済も良くならない、持続可能な成長ビジョンということで、まあ、日本政府が17のビジョンを提唱してるんですが、この17の日本政府のビジョンを PPAP に乗せて国連でやってくれへんかという皆さん、ピコ太郎国連デビューよ。すでにね、これ動画が載っております。うん、いいなですねほんでね、なんでピコ太郎なんですか、なんでピコ太郎こんなひげ生やしてね、得体の知れんヒョウ柄のあんな格好してパンチパーマで、あんな人を隣に座ったら席変わるでしょで、なんでピコ太郎なのか、世界的に強力なインパクトがある、なんで強力なインパクトがあるか、英語でやったからです。あれもしね、中国語でやっててもね、ラーメンいいかとか言っててもね、あかんで、日本語でやっても受けないでしょ。ね、インターネットの世界ではたくさんの情報がある、んですけれども、皆さん、日本語のインターネットの情報を全部見ることは絶対不可能ですよ。いろんな情報があるでしょ。でも、いろんな情報の中で日本語の情報っていうのは 5% だそうです。45% は英語。だからね、英語で発信したら世界に届くんですよ。この今日の講演ね、YouTube 開けますよ。日本語やから。狭いとこや。ね、
英語でやらないと世界に届かない。英語でやったらね、うんってね、届くの、これ。じゃあ、英語ってなんでこんなに世界中に広まってるかといったら、19世紀、大英帝国絶頂時代、イギリスの国語であった英語は、全世界に植民地を持ち、そこで使われる言葉となったからですよね。イギリスが世界中の地球の裏も表も大英帝国に太陽は沈まないという時代があったんです。イングランドに太陽沈んでも地球の裏側で太陽出てる時にその地球の裏側がイギリスなんですよ、植民地で。アメリカだってもともとイギリスじゃないですか、女王陛下のこの植民地であったわけですよね。だから世界中に植民地を持ったその終始国のイギリスの言葉が英語であった。それで英語が世界中の、まあ、国際共通語みたいな形になったんですが、はっきり言って島国でしょ、小さい国じゃないですか。人口においても面積においてもそんなに大きな国ではないにもかかわらず、どうして18世紀から19世紀にかけて、20世紀の頭にかけてまで非常にイギリスが大きな力を発揮したのは一体どこに理由があったのかと言いますとね、ヨーロッパの中で最も親ユダヤの国だったんです。最もユダヤ人に寛容で優遇する国で、今日はですね、このユダヤ民族を祝福したら祝福される、呪うものは呪われるというのをね、このね、あの歴史でやろうと思ったんですけどね、これね、あのユダヤ人の歴史って5700年ぐらいあるので、4000年ぐらいあるんです、アブラハムから始まるとね。でそれをね、あの1時間では無理なのでね、200年に絞ります。200年でもね、きついよ。でもそれをね、お話したいと思うんですが、まあ皆さん、このイギリスという国ですね、まあこのヨーロッパの中ではね、まあ一番最初にユダヤ人を総理大臣にした国なんですよ。あのね、ユダヤ人っていうのは今から2000年ほど前、 AD70 年に世界中に散らされて、そしてヨーロッパでよそ者の生活をするわけですが、その時にね、芸術の分野とかいろんな他の分野でユダヤ人たちが活躍するということがあったんですけど、政治の分野で、行政の分野で、政治権力のトップ総理大臣にユダヤ人を据えるということはね、まずなかった。なぜかというと、世界中をまたいで生活しているユダヤ人が特定の国に忠誠心を持つなどということが期待できなかったからです。ところがイギリスという国はですね、いや、ユダヤ人であろうが何であろうが、イギリスに住んで、そして女王陛下に忠誠誓うんだったら、チャンスは平等に与えようということでですね、実はこのイギリスは世界で最初にユダヤ人を、その首相にしたという、そういう人物、そういう国であるわけですよね。どういう人であるかと言いますと、ベンジャミン・ディズレリーという人なんです。ディズレリーというのはですね、英語ではね、こう書きます。ディズレリー、ディズレリー、これね、ディ・イスラエリーと書いてディズレリーって言うんです。デ・イスラエリー、イスラエル、イスラエリー、デ・イスラエリーとかね、イスラエルから来た人という名前の意味の人ですよ。だからユダヤ人かどうかというのはね、名前聞いただけで分かる。イスラエルから来た人という名前のイスラエル人、ユダヤ人ということなんですよね。まあ日本で言ったら大和猛の御事みたいな人、ね、で、まあイギリスはですね、彼の政治的な才能を正当に評価しまして、そして19世紀にディズレリーを総理大臣にするんですが、これはヨーロッパ諸国から見ると眉を潜めるようなことだった。しかしこのディズレリーをイギリスのトップに据えた時から、イギリスの黄金時代絶頂期が始まり、また固まるんですね。彼がしたこといっぱいあります。いっぱいありますが、一つ絞ってご紹介するとするならば、それはですね、1875年にスエズ運河の株式をイギリスのものに買収することに成功したということなんですね。ちょっと前の中東の地図見ていただけますか。スエズ運河ってどこかと言いましたかね、ここなんです。ここから東はアジア大陸です。ここから西はアフリカ大陸です。ここに地中海があってヨーロッパの海ですよね。
で、イギリスはアジア、特にインドに大きな植民地を持っていましたが、イギリスからインドに抜けていくのに、もしここの道がなかったら、アフリカ希望法回りなんです。すなわちアフリカ大陸の一番南端のところまで遠回りして、ここに来るわけ。で、また極東の方に出るということなんですよね。しかし、もしここの、この狭いところありますね、このスエズ運河を掘ることができるならば、地中海から航海を経て、極東に出ていく最短距離を金で買うことができる。遠回りの道を、このスエズ運河を通ることによって、作ることによってですね、最短距離で世界植民地経営に乗り出していくことができるということだったんですが、まあこれはイギリスにとって悲願ですよ。ところがあろうことかですね、このスエズ運河の利権を取ったのがイギリス最大のライバルであったフランスだったのです。1869年ですね、レセプスという人がね、このスエズ運河の利権を取りまして、もうフランスのものになってしまうわけですよね。フランスがその株式を持つことになるんですが、しかしですね、イギリスとフランスっていうのはものすごいね、仲悪いですからね、これはもうイギリスにとって非常に悩ましい問題でありまして、もしフランスがいけずしてね、意地悪してフランスの貿易船あるいは艦船についてはスエズ運河通さないというようなことになると、これは世界貿易の中でフランスに大きく遅れを取るし、それだけではなくて植民地が干上がってしまう可能性もあります。もうこのね、生命線、大動脈みたいなところでやったわけですよね。で、ここの問題を何とかして解決したいというのがイギリスの大きな問題であったんですが、この問題を見事に解決するのが実はユダヤ人たちだったんです。でね、ある1875年ある日曜日のことです。ディズレリーという人ですね、首相です。で、このディズレリーがですね、ロスチャイルドという銀行家の家に招かれて晩ご飯食べてたんですよ。晩ご飯にでもね、牛丼とかじゃないのかね、まあ、ちょっとロスチャイルドのことについて言いますとね、ヨーロッパを代表する金融業のトップです。まあ、実はですね、ユダヤ人と聞きますとすぐに金融業を思い当たる方が多いんですが、それは実際にユダヤ人たちの金融家が多いからです。しかしそれはね、ユダヤ人がお金好きだからじゃないです。中世の時、特にカトリックが強かった時ですね、金融っていうのはね、人にお金貸して利子で生活することですよね。この金貸し業のことを汚い仕事、汗水垂らして働くのは尊い労働だけれど、人にお金貸して利子取ってそれで生活するというのは人間の肩壁にも置けないと、人間として恥ずかしい仕事だということで一般のキリスト教徒に禁じたんです。だけど会社経営やってらっしゃる方は分かりますけど、銀行なんかあったら資金繰り困るじゃないですか。ユダヤ人は一人前の人間じゃないからということで、ユダヤ人たちは必要悪ということで金融業を任されていく。その結果ユダヤ人たちはそれしかする仕事がないので、金融業の世界でどん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 発展していくんですよね。そして特にこのマイヤー・アムシェル・ロスチャイルド、ロートシルドって言うんですけどね、まあ、フランクフルトでですね、両替商から、成功した人物がいます。この人物がドイツのフランクフルトを中心に金融業を持っていくんですが、彼はね、5人息子がおったんです。で、自分が息子たちに事業を譲るときにですね、5人の息子をそれぞれヨーロッパの主要都市に分散させるんですね。長男は自分がいるフランクフルトに置きましたが、次男はウィーン、三男はロンドン、四男はナポリ、五男末っ子はパリです。ヨーロッパ主要都市に自分の息子たちを散らして、それぞれの場所でロスチャイルド商会の看板を上げさせていった。その一つの理由はね、情報ネットワークですよね。お金っていうのはね、臆病なんですよ。ちょっとでも危ないと思ったらさあ逃げる。そして一番安全なところにさあ入ってくるんです。
皆さんのお宅には集まってますか？逃げていく、逃げていく場合は危ないということですね。ほっといてちょうだいという世界ですか。でね、この5つなんですけども、これをね、情報でいろんな国のいろんな国際情勢、政治情勢、いろんなことの情報のやり取りがあるということもありますが、実は分散させたもう一つの理由はね、ユダヤ人が一つの国で事業をし続けて成功するということは危ないことなんですよ。特定の国でユダヤ人がズバ抜けて成功するならば、これ妬み買います。そしてユダヤ人の歴史を振り返ってみると、成功しすぎたユダヤ人たちが一夜にして法律が変わって財産没収、国外追放、ある時には大迫害。でもヨーロッパ各地に分散させておいたら、ロンドン・ロスシャルドが潰れてもウィーンが残ってる、ウィーンが叩かれてもパリが残ってるというふうに生き延びることができますよね。だからもし迫害があったとしても生き延びることができるようにということでやってきた、これがロスシャイルド。だからヨーロッパ金融ネットワークを彼らが持ってるわけですが、ロンドン・ロスシャイルドとデズレディは同じユダヤ人同士です。だからね、交流があったんですね。そして1875年のある日曜日、晩ご飯でも食べにおいでということで食事してる、その食事をしている最中にロスチャイルドのところにある一本の電報が届くのです。その電報はパリ・ロスチャイルドから打たれた電報で、その内容によりますと、エジプト第二国王が資金繰りに困ってスエズ運河の株式を400万ポンドで買ってほしいというふうにフランスに密かに打診しているが、あまりにも高額なのでフランス議会でなかなか結論が出ずに、いまだに棚上げにされてるぞという情報がここに入った。その電報をデズレディに見せるわけ。デズレディはね、レホーと言ったかどうか分かりませんが、気持ちはそうだと思います。その場で400万ポンド安い、ところですが、一存では決めることができませんので、極秘閣僚会議を開いて、賛成だな、賛成だな、賛成だな、いろんなよしということで買うことにするのですが、一つ問題がありましたね。この時に実はイギリス議会が休会中だったんです。議会が休会しているので補正予算編成ができないんですよ。そしてイギリスの法律によりますと、議会が休会中は中央銀行のイングランド銀行は、たとえ政府が相手であるとはいえ融資することはできないという法律があったんですよ。だけどね、これ指をくわえてね、もうグズ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 してたら、フランスがね、お前勝っちゃえってなった。もうあとの祭りじゃない。そこでロシアルドは翌日、ディズレリーの翌日ですね、もう一度ロスチャイルドのところに行きまして、明日までに400万ポンドを貸してというふうに言うんです。400円じゃないんですよ皆さん。明日までに400万ポンド融資してほしい。その時にロスチャイルドが言った言葉はね、担保は払えなかった時に差し押さえられるもんって何なの？担保何？デズレリーはね、大英帝国って言ったんですよ。このホラ吹き目いやいや、そうじゃない、これすごいね、この会話分かったっつってね、即金400万ポンド、そしてエジプト第二国王の口座に振り込まれて、一夜にしてですよ、地中海から航海を経てアジアに出ていく最短ルートをイギリスは手に入れることができたのです。そしてこれが大英帝国が押しも押されもせぬ黄金時代を築いていく大きな土台となっている。でこの土台となっていったこの大きなこの転換はですね、何によってこれもたらされたんですか？この情報を
ジズレニーが死ぬことができたのはロシチャイルド銀行のネットワークがあったからでしょ。で、銀行のネットワークがあったとしても400万ポンドボーンと貸してくれる資金力がもしロシチャイルドになかったらダメですよね。そしてロシチャイルドには情報力と資金力があったとしても、それにアクセスするユダヤ人としてのパイプがなかったらイギリス党にもならなかったんじゃないですか。でもディズレリーは私ユダヤ人だという意識もしながらイギリス人だというアイデンティティも持ってるんです。これによってね、イギリスはすっごい繁栄を手に入れていくことができるようになるんですね。でそれ見た時にね、うわユダヤ人ってすげえなーと、ユダヤ人ってそんなお金持ちでそんなもうすごいことやってるんかって、そういう見方もできないわけじゃないけど、僕はね、ここでね、一番すごいのはね、ユダヤ人で、イギリス人です。もちろんね、ディズレリーはこれによってね、男をあげましたね、これ。ね、もう今の日本の政治家の、もう特にあの女性議員なんとかせえよ、ほんまに。もうええ加減してくれと、ほんまに。もう森友加計学園そばやかと、森とか加計とかざるかよという言いたくな俺はほんまに、もうそんなことね。ディズレリーは男をあげた。そしてロスチャイルドは利子で巨万の富や。これだけど一番得したのどこなんですか。イギリス国民じゃない。ユダヤ人だということで差別せずにね、その能力を認めて正当な評価を与えて、能力を発揮するためのチャンスを与えて、そしてその結果イギリスが一番得したんじゃないですか。イギリスをね、ユダヤ人を祝福することによって自ら祝福を得ています。得たんですね、この時点で。そしてね、このイギリスのやり方をそのまま踏襲してした国が出てきますよね。それがね、アメリカなんです。実はですね、アメリカが登場しますと、今度ですね、イギリスからアメリカにどん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 ユダヤ人が渡っていくんですよね。このアメリカという国はユダヤ人にとって非常に魅力的な国でありました。2つの意味で。一つは何かと言いますとね、どうしてヨーロッパでユダヤ人たちが迫害されてきたかというと、よそ者だからです。新参者だからです。ずーっと我々の国民民族ではなかった異質な血が入ってきたということでね、まあ彼らはいじめられたわけですけど、アメリカってね、全員よそ者です。みんな移民の国やから、よそ者の寄せ集めやこれ。しかもアメリカを建国した最初の人たち、移民第一世の人たちっていうのはね、プロテスタントの真っ当なキリスト教徒が多かったんですよね。いわばアブラハム契約を知ってる人たちです。ユダヤ人について、このいわゆる偏見とか伝統とかそういうものから解放されてるということもあって、このユダヤ人はこのアメリカにおきましてはですね、ヨーロッパにおける気兼ねというようなものなくて、思いっきりね、自由競争することができる。皆さん、アメリカのね、代表的な産業って例えば何ありますか。例えば映画ね、映画産業、私たちが知ってる主要映画会社って大体ユダヤ人が作ったんでしょ。 MGM、 20世紀フォックス、パラマウント、ワーナーブラザーズ、コロンビア映画、みんなユダヤ人。スペルバーグもユダヤ人ですよ、あれ、ね。だけどやっぱりアメリカが、まあ、軍事力、政治力、発言力、強力なのはね、やっぱりね、この資金力ですよ、経済力 OK で、実はですね、アメリカで一番大きい銀行、まあ、二大銀行があります、ね、一番大きい、一番か二番か、もういつも競り合ってる銀行、バンクオブアメリカという銀行とね、もう一つ、多分ここが大きい、一番大きいんじゃないかというのが、チェース・マンハッタン銀行なんです。ね、チュース・マンハッタン、このチュース・マンハッタン銀行っていうのは2つの銀行が合併することによってスタートした銀行で、チュース銀行っていうのはチュース・ナショナル銀行という銀行があったんですね。これはね、ロックフェラー系です。で、ロックフェラーっていうのはユダヤ人ではありません。ユダヤ人ではありません、ね、しかしこのマンハッタン銀
行っていうのは旧空ローブ商会という銀行で、ユダヤ系の銀行なんですよ。これはね、ドイツ系ユダヤ人のクーンさんと同じくドイツ系ユダヤ人のローブさんが2人で組んで始めた金融会社がどん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 強くなって、マンハッタン銀行になりました。このマンハッタン銀行が1955年にチューツナショナル銀行と合併することによってアメリカで一番大きな銀行になった。だから金融の世界でもアメリカの中でもね、やはりユダヤ人っていうのはですね、この成功者であるということは間違いないと思うんですよね。それからね、科学技術です。ちょっと私もね見てみたんですが、実はですね、ヨーロッパでは1933年にヒットラーが政権を取りますよね。ヒットラーが政権に入って一番最初にしたことは何かと言いますと、ドイツのアカデミズムからユダヤ系の学者たちを文言無用で追い出すことです。ですからですね、ドイツの大学の教授たちの中でね、ユダヤ系の科学者であるとか教授である大学の先生たちはですね、みんなね、ドイツから出てけってことでヒットラーの命令が叩き出されていったわけですね。このドイツから追い出されたユダヤ人の頭脳集団はどこへ流れていったかといったらね、ヒットラーの勢いがどん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 ヨーロッパに広がっていきますから、ヨーロッパの中に行っても危ないということでアメリカが立ったんです。その代表がアインシュタインです。アメリカ渡っちゃう。で、実はですね、ノーベル賞ってあるでしょ。ノーベル賞っていうのは1901年に設立されるんです。ノーベル自身も偉大人ですよ。ダイナマイトをね、発明してね。この1901年から1934年までの間に、アメリカでノーベル賞を取った人は、物理学賞2人、化学賞3人、医学賞5人、5人のうち3人は共同研究。34年かかって10人です。しかしこの33年に政権取って、34年にユダヤ人たちが追放されて、ドイツのアカデミズムから追放されてアメリカにずらーっと流れてきますね。1935年から69年までの34年間にアメリカでノーベル賞を取った人たちは80人以上です。8倍です。で、この80人のノーベル賞を取った人たちはユダヤ人ではありません。全員ユダヤ人ではないんですよ。ユダヤ人の人たちも入ってますけど、でもね、このユダヤ人の頭脳たちがアメリカのアカデミズムに流れ込むことによって、この科学技術水準がね、格段に跳ね上がったと。急激に底上げされたということは言えると思います。ですからね、アメリカという国も、あの新しい国でやったこのアメリカがどうして短期間にあんなに力を蓄えることができたかと言いますと、やはりね、アメリカもユダヤ人を祝福する国であったということが言えると思います。さて、このね、イギリスとアメリカだけじゃなくて、日本も実はこのアブラハム契約を経験しているということでですね、少しご紹介したいですね。で、私はですね、これ調べるのにね、めちゃくちゃ時間がありました。でね、今からね、少しお話したいと思いますけどね、もうね、準備しすぎてしまってね、多分ね、10分の1も言えないと思います。だから後でね、せっかく準備したんで質問してください。資料をですね、昔の人の文章って何であんな分かりにくいですかね。もう片言じゃないというね、自分の読解力を棚に上げてですね、そういうふうに思うんですが、このね、日露戦争っていうのがありますが、この日露戦争ですよね、日本は明治維新からまだ34年しか経ってないのにロシアと戦争することになるんですよね。ロシアっていうのはヨーロッパ中が震え上がったナポレオンと戦争して勝った国ですよ。そのロシアと30年ちょっと前までちょんまげ言ってた、ね、全近代国家をやってた日本がね、ロシアと戦争する。
まあこの軍事的超大国と戦争するということになっていったときに、これはもう日本はね、命運かけるわけですよ。これロシアが朝鮮半島から降りていって日本の方に入ってくるのを何とか阻止しようということで、この満州をめぐって朝鮮半島から上から上がっていってですね、そこでロシアとの戦争をするということになるんですけれども、そのロシアとの戦争をするときに最も日本を苦しめたのは軍資金の問題だったのです。お金をどこから手当てしてくるのかという問題なんですね。その時の日本の国家歳入っていうのは2億5000万です。それに対してロシアの国家歳入が20億ですから、歳入だけでね、日本は8倍の国と戦争するということになるわけですね。日本陸軍はその当時25万人、ロシア陸軍は300万人、12倍です。日本海軍は26万トン、ロシア海軍は80万トン、3倍です。このとてつもなく超巨大なロシアと戦争していくときに、日本が一番最初にしなきゃならないことはですね、借金ですよ。借金、もうこの戦艦作るためにまずお金を借りてこないとダメだ。戦争長引いてお金借るんじゃなくて、戦争今からするんでお金返してる。これね、負けると分かってる国の国債買いますか。今ベネズエラ国債買う人いてないと思う。むちゃくちゃやつ、もう議会があるのに大統領がもう一個議会作るよね。もう国債乱発してますけどね、誰も買わない。そりゃそうですよ。このロシアと戦争して日本は多分負けるだろう、そしたら紙くずになるだろうということで誰も買わないというね、そういう、だけどもどうしても金がいるから日本の国債売ってきてくれということで白羽の矢が立ったのが時の日銀副総裁であった高橋惟幸という人です。あだ名はダルマ。ほんまにね、ダルマみたいな顔してはる、ね、このね、高橋惟幸がね、いよいよアメリカに渡って国債を売ってきてくれという時に、送別会で明治の元勲井上馨がね、エールを送って演説するんですが、演説の途中でね、泣いてスピーチ止まっちゃうんです。私それね、読んでみました。それ高橋君の語り、日本の命運がかかっている。もし高橋君がこの国債を売ることができなければ、ククククククってそこで泣くんですよ。このクククククククの点点点は口が裂けても言えない。もしこの国債を売ってくることができなければ日本は滅びます。明治の元勲ってね、あの幕末の修羅場をくぐってきたじいさんたちですよ。その井上馨をしてですね、もうどうしたらいいんだというね。それでですね、この、実はですね、この高橋はまず最初にね、アメリカに行くんですよ。アメリカに行って国債買ってくれって言うんですけども、剣もほろほろで、その当時アメリカっていうのはですね、フロンティア時代でね、自分の国の開拓のために何歩でも資金が欲しい、よそに借金してでも資金が欲しい時に、なんで紙くずになるかもわからんような国債買いますねということでね、買えないということで、高橋はですね、なんとかそれでも買ってもらおうと思って金利を 4% から 6% に上げるんですよ。 6% の国債にしたら莫大な借金を負った時に返済する時大変なんですよ。でも背に腹は変えられない、 6% で誰も見向きもしない。でイギリスに行くんです。まあイギリスはですね、当時ね、日英同盟ですよね。なんとか買ってくださいということで、まあ、1000万ポンドのうちね、500万ポンドを、ね、買ってくれるわけ、ね、残り500万ポンドどうしようか。そしたらイギリス銀行連盟の会長がですね、よかったらちょっとうちにランチにおいでよということでね、君にちょっと紹介したい人がいるからということで紹介されたのがヤコブ・シフという人だったんです。で実はこのヤコブ・シフという人はね、日本人に対して並々ならない関心を持ってたのです。それは宝
島という本を書いたスティーブンソンという人がいますよね。あのスティーブンソンという人がね、虎次郎という本を書いたんです。車ではありません。私、生まれも育ちも葛飾柴又で、俺がいたらんじゃ泳げ、拍手しないでください、やめれなくなるから。車、虎次郎になんで役務中が稼働するの。あんな家族にモテたむちゃくちゃなのよ。ね、まあその時、車、虎次郎まだいません、ね、作られていません。虎次郎ってのは吉田虎次郎のことです。吉田虎次郎というのは吉田松陰の本名です。かつてね、ポーター藩に乗ってペリーが鎖国日本にやってきた。その時にね、鎖国のその金を破って国外に渡ろうとした者は処刑という時代にね、吉田虎次郎がもう一人の仲間と一緒に行くわけですよね。虎次郎はね、沖合に停泊している黒船に近づくために密かに漁船で行くんですが、貝を吹いていくわけ。ところがね、貝を止めるこの支点の部分がね、壊れてしまうんです、途中で。で、それなかったら家具みたいにしてこぐしかない。そんなに進まねえ。そこでこの貝を止めるために彼はね、ふんどしで止めるんです。自分のふんどし脱いでね、それでくぐりつけてクーッてクーッて。ですから吉田虎次郎がペリーと会った時ね、すっぽんぽんだったんですよ。興奮してしまいました。ちょっと涙ぐましいと思わない？これ英語できへんのに言って、で身振り手振りでね、とにかくようやくのことでついてね、ペリーに会いたいって言ったら、ペリーはもっと沖のポーターハンやで、もっぺんそこまで降ろされて、そしてね、自分の命のことなんかもうどうでもいいと、この日本国の将来のために私は役に立ちたいというその一心でね、そういうふうに出かけていったあの若者たちを生んだ国、日本ってどんな国なのっていう、この虎次郎の本を読んでですね、私は一回直で日本人と会ってみたいと思ったら、私にとってあなたは日本人第一号です、ということで高橋惠久と話をするんです。ヤコブ神話はですね、いろいろ日本とはどんな国なのか、日本人の文化とはどうなのか、日本人の国民性ってどうなのかという話をして、で何事もなく話は終わるんですが、次の日ね、この食事をセッティングしてくれた銀行協会の会長から高橋惠久のところに電話がかかってきてね、残り500万ポンド全部ヤコブ主婦が買ってくれるって言ってるよ。え、虎次郎の話しかしてふんどしの話しかしてない。なんでと。実はこのヤコブ主婦というのは、先ほど申し上げましたチェース・マンハッタン銀行のマンハッタン銀行の前身であるクーン・ロエブ商会の頭取なんです。クーン・ロエブのロエブさんの方だったと思います。娘さんと結婚するんですが、やがて銀行家としての才能を認められて頭取まで上り詰める人物です。そして同時にこのヤコブ・シフという人は全米ユダヤ人協会の会長だったのです。高橋これ聞くんですね、なんで私どもの国債を買ってくれるんですかと言ったら、いや、ロシアという国はね、今ユダヤ人をめちゃくちゃ迫害してる、このむちゃくちゃユダヤ人を迫害してくれる、迫害しているロシアと戦う日本はユダヤ人にとってね、迫害の手が少しでも弱まることになるかもわからない。戦争をすることになった、なってしまったら、その戦争の方に全力投入するだろうから、ユダヤ人の迫害が弱まるかもわからない。私は同胞ユダヤ人がロシアで迫害されてるのを黙って見過ごすことができない。あなた方はこのロシアと戦おうとしてるんだから、この日本に応援するのは当たり前だ、ね、実はね、この当時のロシアっていうのはね、もうね、世界で一番反ユダヤ主義の国ですよ。もう国内情勢、この時ね、ロマノフ王朝のニコライ2世というね、皇帝なんですよ。このニコライ2世がユダヤ人大嫌いで、自分の政治の不始末で社会不安が起こっていった時に、不満が皇帝に向かないようにするために
人見ごっことしてね、全部異例人がやってるんだ。社会の不平等とか、さまざまな大きな問題というのはユダヤ人の陰謀で起こってるんだ。まあね、ユダヤ陰謀説ってロシア発です。これはシオンの議定書も一番最初に書いたのロシア人ですよ。それを真に受けてるようじゃダメですよこれ皆さん。で、この日露戦争が始まる前の年にね、オデッサという町の郊外でユダヤ人の大虐殺が起こるんです。これをね、ロシア語でポグロムと言います。ポグロムというのはロシア語でユダヤ人虐殺を意味する言葉です。この日露戦争の前の年にね、国力削ぐようなことをしてユダヤ人を迫害をしている。で、このロシアに戦いを挑もうとしているこの日本を我々は応援したいということで、まあ、この後ね、1000万ポンドで足らなくなるんです。年間歳入2億5000万円のところで、ね、9億円借金するんですよ。それ以外に8億円予算回して17億円軍事費回すんですよ。 2億5000万の歳入残り日本が。それでロシアと戦う我らのじいさんたちはね、すごい。僕は今回ね、いろいろ歴史書を読みましたけど、やっぱり坂の上の雲が一番わかりやすいよ。いや、ほんまわかりやすいよ、あれ。時間何もあっても足りませんでした。もう何回涙したか、これのね。まあね、この中でですね、まあ、ロシアのこの動きについてね、このやるんですけど、このね、日露戦争が始まる前に、時の枢密院議長に伊藤博文がいました。で、伊藤博文はね、日露開戦を最後まで反対するんですよ。苦労人の伊藤はロシアとやってね、勝てるはずがない。しかし最終的に打ち切られてロシアとの戦争をやむなしとなっていった時に、元部下であった貴族院議員の金子健太郎という人物を呼び寄せるのです。そして金子、お前に頼みがある。お前アメリカ留学時代にハーバード大学に通ったよね。そしてお前がハーバード時代の同窓生セオドア・ルーズベルトという人物いたよね。今アメリカの大統領やってる。かつての学友の余震で追ってきてくれと。そして日本がロシアとやって、これはね、勝つ方法は一つしかない。初戦で大暴れしてすぐにレフェリーストップしてもらうということしかないと。これね、12ラウンド戦ったら死にます。ボクシングで言ったらね、ガーンと始まって最初ラッキーパッチパンパン、はい、おし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 これしかない。そんなね、長期ラウンドやってたらね、持久戦に持ち込まれたらダメ。そこでロシアと日本の間を取り持つ強力な、これから登ってくるであろうアメリカのルーズベルトに出てきてもらって、そして調停してもらってくれと言った時に、金子健太郎がなんと断るんですよ。無理ですよ。実はその30年ちょっと前にアメリカでは南北戦争があったんですが、結局北軍が勝つんですよね。実はロシアは北軍に莫大な資金提供したんです。なので現在のアメリカ政府はロシアに恩があります。ロシアに対して親しいです。味方してます。そしてロシアからアメリカに渡った実業家たちが次々と成功を果たし、ロシア系財閥もたくさんいまして、実はアメリカの中では親ロシアの動きがすごく主流になってるから、日本がロシアと戦争するから中入ってくれ、それ無理ですよって言うんですが、その時伊藤がね、お前何を言うてんねんと、わしはじいさんになってもね、日露戦争でもしロシアが日本に乗り込んできたら何もできなくてもね、この身を捧げて戦場にかけていってね、俺死ぬぞって言って、お前やる前からね、そのね、無理って言うて、言うな言うて、行け言うて、むちゃくちゃやわけ行くんです。でね、ここからはね、もうね、不思議なことが次々と起こっていくんですよね。まあ結局ね、このね、金子健太郎は、この、
セオドア・ルーズベルトと会う時にね、土産持っていくんですよね。その土産が武士道という本でした。この武士道というのは日本人クリスチャンニト・ビナゾーがアメリカに療養のために滞在している時に、日本人とは一体どういう国民性なのかということを英語で書いた本です、ね、やっぱり英語なんだよね英語で、なんでそれを書いたかというとね、ニトベイナゾーの奥さんはアメリカ人なんです、白人なんです。でまだこの有色の人たちに対する偏見がすごく強かった時代なんです。すごくこう人種差別的な偏見があって、奥さんの両親は結婚に大反対だったんです。その奥さんの両親の誤解をなんとか解きたいという思いで、この第一の読者は愛する妻の両親だ、この両親を敬いつつ日本人を卑下することなく、日本人って一体どういう国民なのかということを英語で書いた本、武士道。皆さん一度お読みにならないかですか、日本語で日本人でね、センキューっていう、ありがとうという時にね、すいませんって言うじゃないですか、ね、皆さんもしね、アメリカでね、ありがとうっていう場面でね、I'm sorry って言ったらどないしてんってなるんじゃない日本ではね、なんかこう、お世話してもらったときにありがとうって言うかね、すいませんってこうニトベイナゾーなんて説明してるかと言ったらね、私にそのような親切をするために私の知らないところであなたは大きな犠牲を払ってくださってるに違いない、なのですいませんです。そうだねみたいなね、まあこのなんかこうプレゼント渡すときね、つまらないものですが、つまらんものやと渡すなってよく言われるじゃないですか、これアメリカ人がね、なんか今これ私すごくいいのよ、使って最高のものを持ってきましたと。でも日本人はこれつまらないものでございますがというね、これはね、どんなに素晴らしいプレゼントもあなたの素晴らしさの前ではつまらないものですという意味で言ってるんですよっていうふうに言うわけ。もうね、日本人であることがね、嬉しくなるようなもんですよ、武士道。でこれをね、セオドア・ルーズベルトが読むのね、これで、こんな民族があった、トラジオだけじゃない、それまた別なんじゃそんな民族かと。でその時アメリカにあった在庫を買い占めるんです。そしてアナポリス海軍士官学校の生徒たちに、学生たちに配らせてね、これ全部必須図書で読め、アメリカの大統領が絶賛する武士道ということで、やがてフランス語に訳され、ドイツ語に訳され、イタリア語に訳され、スペイン語に訳され、11番目か2番目に日本語に訳されるんですなんで日本語に訳されたと思いますか。明治天皇が私も読みたいと署名されたので日本語だったんですよ。誰も読んでないねえ、さあで分かったということでね、仲介することになるのです。さあ、実はですね、どうしましょう。でもね、せっかく調べたから、このね、日露戦争では陸の戦いと海の戦いがありますよね。海の戦いに特化するならば、実はロシアは2つの艦隊を持ってます。太平洋艦隊とバルチック艦隊です。太平洋艦隊の方は旅順艦隊とも言いまして、この旅順を中心にして太平洋を見ている、アジア方面をににらみを利かしているのがこの旅順艦隊です。バルチック艦隊というのはバルト海を母港にしているわけですけど、ヨーロッパ方面ですよね。で日露戦争で海軍海戦になっていった時にね、この2つ、この東から旅順艦隊、そして西側から南北上する形でバルチック艦隊で挟み撃ちだったらね、連合艦隊どうしようもない。これそもそもね、皆さん、連合艦隊ってなんで連合艦隊って言うかといったらね、連合艦隊、ひらがなかよ、ね、
なんで連合艦隊って言うけど、かっこいいじゃないか、連合艦隊みたいなね。かっこいいよ、これ。これはどういう艦隊かというと、現役の艦隊があるんですよ。それとは別にね、旧式化してしまって時代遅れになったので、引退した艦隊があるんですよ。この引退したヨボヨボ艦隊は予備役であったり訓練のために使われてるんですけれども、現役艦隊とは別枠なんです。このロシアと戦争するときにはね、一隻でも多い方がいいからいうことで、現役艦隊と予備役艦隊を連合したから連合艦隊。なんかもっとすごいの想像するじゃないか。かき集めたのよ、日本が。これ出ないと勝てない、ロシアに。で、バルチック艦隊来るまでの間にね、時間かかりますね。だからこのバルチック艦隊来るまでの間に、まず旅順艦隊を一隻残らず殲滅するというのがね、連合艦隊に課された使命だった、ミッションだったんです。この連合艦隊の提督司令官が東郷平八郎ですよ。この東郷平八郎には懐刀がいたんですね。秋山実之ですよ、皆さん。坂の上の雲ですよ。ねえ、皆さんモックンをイメージしてるんじゃない？ね、モックンって分かる？分かる。あ、ほら、あの NHK でやったじゃないですか。あの時の主演した人ですよ。まあまあいいんですね。でね、この連合艦隊ですね、この実はですね、この秋山実之という人がね、希望湧くこと泉のことして言われた人ですよ。天才。もうこの次から次へと作戦を思いつく、考えつく、その秋山37歳、一番油に乗ってる時、小の力で大の力をぶっ倒すためのその戦法を考えてくれということで、秋山が考えたのがね、定時戦法なんです。定時じゃなくて定時です。定時、これはね、連合艦隊を定の字に並べて戦う、こちらの方に敵が来るんですよね。定の字に並べて戦うという戦法でですね、もうこれはですね、秋山と東郷がもう考えに考えて練りに練って、これでやったらね、少ない戦艦で大艦隊を倒すことができるっていう、もうこれ必殺戦法で、その練習のためにですね、もうひたすら頑張るんですけれども、ところがですね、この航海海戦というのがありましてね、この旅順艦隊がこう出てくるんですけれどもね、このね、旅順艦隊がウラジオストックというところに入ったら、もうウラジオに手出せませんから、日本は負けです。ウラジオに旅順艦隊が行く前に全滅させなければならないんですが、旅順艦隊が出てきた時にちょっとドカンドカンやり合うんですけどね、今だ定時戦法だってことで、ずーっと入れてこうやるわけで、後にですね、不可解な艦隊の動きというふうに言われるんですけどね、この T の字にするのにね、めちゃくちゃ時間かかるんですよ。で、ちょうど綺麗な T の陣形を作ってる間に姿が見えなくなってしまう。あれ？おらへんみたいな。ほんでね、この T 字戦法っていうのはね、ここで分かったことはね、誠意のない相手には通用しないってことが分かったんですよ。かかってくるだろうと思ってやってるんですけど、その陣形整えてる間に向こうが遠くに逃げてしまったら、あれーみたいな。で、このままウラジオストックに旅順艦隊が行ったら、日本は完敗なんですよ。時間を見たら、あと4時間で日没なんです。この当時、レーダーがないんですよ。なので日没、漆黒の闇の夜がやってくると海戦できないんです。見失ってしまった、どの航路行ったかわからない、どうしたらいいかわからない。その時にもう東郷も秋山もね、
もう生涯最大のしくじり、自分の作った戦法にこだわるあまり、人権にこだわるあまりですね、敵がまさかこう戦争するほどだと逃げていったからね、想定外のことで重い雰囲気になるんですが、東郷がね命令だ、全速前進っつって、で実はですね、連合艦隊は最高速度 15.5 ノットなんですよ。ロシアの艦隊が14ノットなんですよ。だからロシアよりも日本の方がちょびっとだけ速い。それで全力でチーンってやるんですが、追いついて撃滅させるところまで4時間って、もうね、こう人間的に考えたらね、無理なんですよ。無理でもね、追いつくしかないから、やれーってことで進むんですが、あまりにも全速力であったので、機関の戦艦ミカサのメインポストがね、ビシャ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 って言ってね、折れそうなんです。実は先ほどの海戦で根元のところに被弾しててね、メインポストが折れそう。メインポストが折れたら、スピードが格段に落ちるんです。そこで部下たちが、長官、スピード落としましょう。折れますから。でも、スピードを落として折れないように、味方守っても、裏地を行ってしまったら日本は負けますよね。ならん、行けってことで。で、人間的に考えたら絶対追いつかないんです。ところがね、3時間以上経った時に、水平線の向こうに、両陣艦隊の影見つけるんですよ。計算上ありえないこと。なんでこんなことなんだろうね。ロシア艦隊というのは14ノットで、日本連合艦隊よりも遅いということが分かっているので、エンジン全開で思いっきり走らせすぎたので、2番艦がエンジントラブルを起こしたんですよ。エンジン焼けちゃったんですよ。その時に旅順艦隊の総司令官はイワノフという人物だったんですが、彼はね、騎士道の人物でね、戦友を見捨てて我々だけで帰るわけにはいかんって言ってね、この2番艦の一番遅い戦艦のスピードに全体を合わせたんです。それがなければ絶対に落ちてないって言ってんです。この2番艦を思いやるあまり、一番遅い2番艦のスピードに全体を合わせたがために、3時間過ぎに追いつかれてしまうんですね。さあ、ここでね、もうあと30分、40分で日没ですよ。もう今でも出さないとダメ。ところがね、当時の戦艦の大砲の性能というのはどんな性能であるかというとですね、狙って当てるというような武器ではなかったそうです。つまりね、何十発、何百発撃ってもね、当たらない。かすりもしないというのが、当時の海軍の大砲。音はすごかったそうです。ドカーンって全然ちゃうとこ言ってて。だからね、あの顔を司令塔を狙って当てたらええやないけど、今のハイテクのですね、この海軍じゃない、もう、ね、もう狙っても当たらない、かすりもしない。そしてね、一発二発当たっても分厚い装甲を施している戦艦は沈まないんです。何発も何発も当てないとね、沈まない。それをね、30数分でやってのけないとダメ、これ。ところがね、運命の一弾と言われてる一発が撃たれるんですよ。なんとですね、その撃ち込まれたその砲弾がね、機関というのは司令塔の艦です。旅順艦隊司令塔イワノフが乗ってる、その戦艦の司令室のど真ん中に、ドーン、そして司令塔の人間がこっぱみじんになるんですよ。その中でね、一人だけ息も絶え絶えだけれども生き残ってた人がいる。それがね、岩の方で、岩の方はですね、もう苦しくて仕方ないんだけれども、最後の力を振り絞ってどうしてもしなければならないことがあったんですね。それはね、機関がやられたら2番艦に司令塔の役割をバトンタッチする必要があるんです。
そのための信号を打たなきゃならないんですが、その信号を打とうとした時に運命の第二弾が司令塔を直撃して彼もこっぱみじんに吹き飛ぶそうです。これね、狙って絶対当たらないんですよ。運命の一弾が2発連続当たって、その破片が操舵手といってね、この、まあ、車で言ったらハンドルですよね、それを握ってる人が被弾して、彼は倒れた時に左に向かって倒れるんです。左に向かって倒れたので、火事が左に思いっきり回されたんです。それで機関の第1番艦が急に左旋回しやすいんです。今ね、司令塔の中人間誰もいてないということを2番艦以下誰も気づかないんですよ。人間が、司令官が誰もいない状態で急にこの戦闘艦が左に曲がっていった。なんでこんな戦況の時に左に曲がるの？わからない、わからないけども、軍の規律ではね、2番艦は機関に従わなきゃならない、3番艦は2番艦に従わなきゃならない。そこで何が起こったかといったらね、蛇が自分の尻尾かむみたいにこういう動きになったそうです。一番艦が最後尾の艦を追いかけるわけ。メリーゴーランドみたいに連合艦隊の目の前をぐる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 、逃げもせずにですよ、ぐる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 回ってるのを東郷平八郎以下が全滅させるんです。ほぼ全滅。これね、これね、奇跡ですよ。と言いますのはね、実は全部の戦争、日露戦争が終わった時に第二艦隊の参謀であった佐藤哲太郎という人がいてるんです。その人物と第一艦隊の司令であった名柴という人物がいるんですが、この二人が日露戦争の総括をしてるんですよ。あんなに巨大な国を相手にして、なぜ日本は勝つことができたのかということを、この第一艦隊司令が第二艦隊参謀の佐藤さんに聞くんですね。お前佐藤どう思うと。佐藤さんがね、6割は運だと思う。6割は運ですよ。そしたら名柴が、わしもそう思う。じゃあ残り4割は何やって。佐藤がね、残り4割も運ですって。ほんならお前10割運やんかと。6割の運と4割の運はどこが違うねんって言ったらね、4割の運は日本が死に物狂いで努力して勝ち取った運です。努力しなかったならば実現していない運です。じゃあ残り6割の運は何やねん。天の一方的な運やって言ってるんですよ。つまりね、最前線で戦った当事者たちがなんで勝ってんこれという戦争が日露戦争。時々ここでね、エゼキエル38章の話するでしょ。ロシアがやがて再建されたイスラエルにトルコやイランを伴って入ってくる。入ってきた時にね、彼らは同士討ちをしたり、天変地異パニックになって滅んだ。そんなバカな、私もね、それ説明する時にちょっと抵抗があったんですよ。書いてあるから言うんだみたいなね。でもね、日露戦争の戦歴調べていったらね、そんな話ばっかりです。法典の戦いなんか砂嵐で勝つんですよ、これ、ね、皆さん。まあね、日本人も気がつかなかったかもわかりませんけれども、ユダヤ人たちを呪っていたロシアを叩く日本は、図らずも、このユダヤ人を守る立場に来ていましたね。さあ、そういうふうに、この戦争が終わっていくんですが、戦争が終わったときに、まあこのバルチック艦隊の話はもう時間ないのでしません。
本当はこちらの方がメインですが、バルチック艦隊のことはですね、私が言うまでもなく、皆さん、坂の上の雲でして、すごい、もう手に汗握ります、ね。そして、やがてですね、この講和条約を結ぶんですよね。と言いますのは、太平洋艦隊、旅順艦隊もバルチック艦隊も失ってしまったロマノフ王朝の ニコライ2世はですね、ようやくのことで日本と講和条約を結ぼうという気になるんですよね。日本のことを、日本人のことをね、ニコライ2世はね、マカーキーと呼んだんです。マカーキーっていうのはね、ロシア語で猿って意味です。彼はね、多分ね、半分以上本気でそう信じていたみたいですよ。なんで猿がロシア人に反抗、なんで猿が俺の言うこと聞かんねんと、映画見せよって、その、だけど日本に負けたということは猿に負けたということが猿以下みたいな。だからね、負けたって言わないの。そこで講和条約はアメリカのポーツマスでやったんですよ。普通ね、戦争が終わった後で講和条約は戦勝国でするんですよ。だから日本でやるから、ニコライ2世は戦争に負けたというのに絶対認めないんです。そこで第三国でやるアメリカ、セオドア・ルーズベルトのところで講和条約を結ぶんですが、その時日本の代表は小村寿太郎です。そしてロシア側の代表はウィッテですよ。そして小村は結局ね、賠償金一銭も取れなかったの。それだけ弱腰の小村ということで日比谷講堂焼き打ちとかあったじゃん、あったらしい。歴史の教科書に書いてやろうね。もうボロカスにやられていくんですが、その代わり樺太南半分は割譲しますということになるんですよね。もうここはね、精一杯のところですよ。日本はね、このままね、戦争する力ないんですよ。戦いたくても戦うも物資もお金も何にもないという、その状態でやったんですが、まあウィッテはね、この講和条約で一応話がついた時に、全権大使ですから本来一番最初に報告すべきはニコライ2世でしょう。皇帝に言ってないです。誰に言ったかと言ったらね、ドイツのメンデルスゾーン銀行に第一報を送ってるのです。皆さん、このメンデルスゾーンってどっかで聞いたことありますね。音楽家ですよね。親戚です。メンデルスゾーン銀行の一族から音楽家のメンデルスゾーンが出てます。ユダヤ人です。そしてこのメンデルスゾーン銀行がもしこのままなお日本との戦争を続行するというのであれば、我々銀行連盟はロシアに対する貸し付けを一切しません。ロシアの国内立て直しのために資金を融通してもらいたかったら、日本との戦争をやめなさいという圧力がかかってたんです。それでウィッテは皇帝に報告する前に、先生やめますか、融資してしまうわけみたいなことですよ。さあ、これが日露戦争の内幕といえば内幕ですよね。表のこと見てたらですね、この運だったんだとかいう話で終わるんですけど、そうではなくてね、あなたを祝福する者は祝福され、あなたを呪う者は本来勝てるはずなのに負けて呪われるというのがね、文字通りその力が困ってるんですよね。この後ロシアは戦争に負けてもユダヤ人迫害をやめませんでした。日本みたいな国に負けてということで、いよいよ不満が募っていったときに、その不満をユダヤ人に振り向けるために、まあひどいことがいっぱい起こっていきます。ポグロムがやまないんですね。さあ、この後ロシアどうなりましたか。ロシア革命です。共産主義革命が人類の中で一番最初に成功してしまうのです。無神論、
独裁の政権が全てのロシア人を支配してコントロールして、そして恐るべき時代が始まっていくわけですよ。まさにその言葉の通りに動いているのではないかなというふうに、まあ、思いました。さて、もう時間がやってまいりましたのでね、今日はね、僕はコーヒーは20分にしてって言ってあるから皆さん冷めません。いつもよりちょっと遅らせてるので冷めませんと思います、はい、さて、もう一度ね、このアブラハム契約のところを見てください。12章の3節、創世記12章3節に、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。それはユダヤ人をただエゴひいきしているというのではなくて、地上のすべての民族、ユダヤ人以外のすべての民族があなたによって、ユダヤ民族によって祝福されるためである。ユダヤ人を通して全人類が神の祝福を受けろって言うんですよね。ではユダヤ人を通して全人類に及ぶ祝福というのは具体的にどんな祝福があるのか。それはね、まずね、第一番目にバイブルです。この聖書というものがもしこの世界になければ、私有財産の保持の保証の根拠ないです。人の命の価値がみんな同じというような思想は出てきません。週休7日に1日は必ず休むということが、これはそういう習慣は出てきません。一人の夫に一人の妻、一夫一婦制という思想は聖書抜きには出てこない。私たちはクリスチャンだろうがそうでなかろうが、聖書が世界に与えた良き影響の果実をもらってると思います。しかしこの聖書というのはどのような人たちによってこの世界にもたらされ保持されてきたのかと言いましたら、ユダヤ人です。このね、ユダヤ人たちのこの聖書に対するこの思い入れといいますかね、これね、ユダヤ人たちはね、聖書の原本っていうのを書き写して、写本って言うんですよね、これを書き写していくんですけど、この写本はね、彼らは暗記してますけど、暗記の内容絶対書かないです。必ず見て書くんです。そしてね、この書き間違いが必ず起こるという前提で写本している民族なんです。なので書き間違いが出てこないようにするための工夫があるんですよ。あるユダヤ人のラビはこういうふうに言ってますね。創世記の中で一文字間違ったらすぐに分かるって。いや、旧約聖書全体の中で一文字狂ってても分かるような仕組みがあるって言うんですよ。どんなんと。実はね、このヘブライ語で書かれてあるんですけども、こう右から、左にね、こう書いていく、そういう文字なんですけどね、シナゴーグで読まれるのは1行30文字であったと思いますけれども、この例えば創世記の1章の中にアーレフという文字が何回出てきますか？ベートという字が何回出てきますか？ヘブライ語の26文字の言葉がそれぞれ何回出てきますか？一番最初の頭の文字と一番最後の頭の文字をかける2にした時にいくらになりますかとかね。もう一文字でも狂ってたら、どこかで数字のばらつきが出てきて、どこかがおかしいぞというふうになるような仕掛けの写本の写し方なんですよ。もう皆さん、それに命かけれますか？模様、絨毯の模様みたいなヘブライ語ね。この聖書はユダヤ人がいたので、私たちはそれを保持することができています。地上のすべての民族はユダヤ人がもたらしたバイブルの祝福を得ることができる。2番目、この聖書って一体何が書いてあるかといったらね、予言が書いてある。何の予言かといったら、もちろん終末予言についても書いてあるけれども、基本的にはね、キリスト、ヘブライ語ではメシア、マシア派って言うんですけど、救い主を神は人類のに必ず送りますという予告の書物が旧約聖書なんです。
この救い主はどこから出るかと言いますとね、ユダヤ民族から出るという。ユダヤ民族のユダ部族のダビデの家系から出ますって言ってね、ユダヤ人がもしいなければ全滅してしまうならば、キリストはこの世界に来ることはできませんでした。実はね、反ユダヤ主義というのはヒットラーの時代になって初めて出てきたんじゃないんですよ。紀元前の世界からユダヤ人たちというのはですね、エジプトに滅ぼされ予想になったり、バビロンという国に実際に国が滅ぼされたり、ペルシャで蹂躙されたり、ギリシャでもひどい目にあったり、ローマに国を滅ぼされたり、もう常にユダヤ人というのはですね、絶滅の危機に瀕するような歴史をずっと辿ってきたんですが、なぜそんなにユダヤ人が憎まれるのかと言いますとね、ユダヤ人をもし滅ぼし尽くすことができるならば、キリストが出てくることができない。それを喜ぶある存在があります。その存在をね、悪魔って言うんです。人間じゃない。霊的な存在。悪の存在。だからね、すべての反ユダヤ主義の背後にはね、悪魔がいてるんです。反ユダヤ主義っていうのはね、悪魔に協力する思想だと思います。陰謀論でなんだかんだかんだ。危険ですよ、その考えは。アブラハム契約に真っ向から対立する考えです。だけどね、ある方はね、いや、もう聖書は完成したし、旧約も新約もあるし、キリストが来たから、もうユダヤ人はお役ごめんじゃない。もうユダヤ人も役割果たしたからいられない。そうじゃない。実はね、このマタイの福音書の23章というところを見てございますか。ちょっと23章ですね。これをね、イエス・キリストが十字架にかかる3日前に語られた言葉なんですね。37節に、ああ、エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人たちを意して撃つ者。私は面取りが雛を翼の下に集めるように、あなたの子らを幾度集めようとしたことか、それなのにあなた方はそれを好まなかった。見なさい、あなた方の家は荒れ果てたままに残される。このね、あなた方の家というのはね、エルサレムにあった神殿のことなんです。このイエス・キリストがこのメッセージを語っている最中は、エルサレムに神殿があるんです。しかし、メシアを拒んだ後、あなた方の家、このエルサレム神殿は荒れ果てたままに残される。破壊されますよと言い、39節、あなた方に告げます。祝福あれ、主の皆によって来られる方に、とあなた方が言う時まで、あなた方は今後決して私を見ることはありませんとおっしゃったんですね。非常に謎めいた言葉ですからね、少し解説させてくださいね。この39節にあなた方につけます、ユダヤ民族に言います、祝福あれ主の皆によって来られる方にっていうところに二重鍵括弧がついてますよね。これはね、旧約聖書の引用文なんです。詩編です。で、この詩編はね、メシア予言と言われている詩編の箇所で、メシアに対して神が送ってくださる救い主に対してユダヤ人が祈る祈りの言葉がこの言葉なんですよ。ユダヤ人はメシアが来た時に、祝福あれ主の皆によって来られる方に、この主の皆によって来られる方というのはね、救い主メシアのことなんですよ。それを私に向かって言うまで、あなた方は私を決して見ることはないとおっしゃったんですよ。この時点でユダヤ人たちはね、イエスはメシアじゃない、救い主じゃないと思ってる。だけどね、私に向かって祝福あれ主の皆によって来られる方にという時が来たら、あなた方は私を見ますという意味なんですよ。これどういうことかというとですね、やがてね、キリストがまた来ます。これを地上再臨というんですけどね、地上再臨が起こるためには条件が一つあります。それはね、ユダヤ人たちがイエス・キリストのことを祝福あれ主の皆によって来られる方にと信仰告白するときが、キリストが地上再臨するときです。ユダヤ人たちは今はね、イエスなんかメシアじゃないって思ってる。でもやがて受け入れるときが来ますとここで言ってるわけですね。さあ、これから起こることはね、3つ
ちょっと申し上げておきますね。第1番目にね、クリスチャンたちが軽挙されます。この軽挙というのは、やがてキリストが来て本当に救われているクリスチャンたちだけをね、一瞬にして天に引き上げます。もう右見て左見てもいません、ね、この軽挙いつあるかわからないけれども、次に起こる聖書の予言としてはこれです。2番目にあるのは、ロシアが再建されたイスラエルに攻め込んできます。その時にいくつかの連合軍を率いてやってくるというんですが、実はね、この1と2は順番がどちらが先かは分かりません。もしかしたら2が先かも分からない、1が後かも分からないし、1が先かも分からない。この順番は分かりませんけれども、この2つが起こります。そして3番目に、ユダヤ人たちがイエスに対してメシアよ、あなたがメシアでしたという時に地上再臨が来るんですが、そのように言う前に彼らは苦難の中を通るんですね。この苦難の期間が7年間あります。これを観難時代と言います。ついでに言うと、ロシアがイスラエルに入って、そして1日にして崩壊するのはなぜか。あなたを呪う者は呪われるというアブラハム契約の実現なんですよ。だからそれを見ることによってね、聖書の言葉というのは単なる格言とか昔の人の知恵とかそんなんじゃないって、創造主の生ける言葉ですよということを我々に語っている言葉であります。さあ、このイスラエルがユダヤ人たちがイエスを受け入れた時に、世界は素晴らしい時代を迎えます。これを千年王国って言うんですけどね、この時にね、あなたによって地上のすべての民族は祝福されるというこの予言が文字通り実現するということなんです。もう今日はね、最後も駆け足でわーわーって言いましたのでね、ちょっと何が何だかよくわからない、T 字戦法と千年王国がどういう関係なのかちょっと頭の中崩壊しそうかもわかりませんけどね、続けて聞いていただくうちにだんだん分かってくるんじゃないかと思います。また周りのクリスチャン捕まえてですね、もし質問があったらまた聞いてみてください。コーヒー冷めましてすいません、以上にしたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。